ちは、矢部美穂です。私が出演する映画が東京は池袋のシネマロサ劇場で12月22日より公開いたします。レートショーなので夜9時からです。私の役どころなんですけども、昔は戦隊もののヒロインを演じていて、現在はですね専業主婦なんですね。ただ専業主婦をしているとこうマンネリな生活が続いてしまうじゃないですか。そんな中同窓会が行われ、そこで昔憧れていたレッドに会うわけです。レッドに会っていろいろときめいたり、話はですねそこからいろいろ展開していくんですけども、撮影はなんとこれからということで、私久しぶりの主演ということなので、どうなるのかちょっと緊張もしてるんですけども、精一杯トレーニングもしながら撮影の方を臨みたいと思いますので、皆さんぜひ見てください。舞台挨拶は初日の22日ではなく12月の23日に行います。劇場に行きますので、皆さんぜひ足を運んでくださいね。劇場で待ってます。